シンガポールとかタイとか、はい、そっちの方もうちょっと来ればいいのに日本人とかと思っちゃったりしますけど、ね、タイとかもご飯美味しいしね、はい、ゾウにも乗れるし、今でもみんなが思ってるタイじゃないですから。バンコク市内とかね、むしろめちゃくちゃ経済発展してますよね、はい、日本よりランチ高かったりしますよ、ね、はい、あもうだから日本の地方都市よりは完全にバンコクの方が物価高いですよ、場所によりますけど、うん、昔はねもう全然安かったんですけどね、はい、だから今日本より安い国ってどこなんだろうと思うから、東京が一番安いみたいな感じしますね。いやでも本当そうですよね、安いですね。堀江さんも改めてこの8カ国コロナ後に回りましたけど、はい、もう明らかにもうそういう状況ですか、金額に関しては。金額俺あんま金額気にしないんですけど、はい、実は金額気にしてないんで、してないですけど、まあ、一応よくわからないんですよ全然なんか肌感覚とかわかんないんだけど、はい、明らかにどの国も日本より豊かになりつつありますよ、まあ、クロアチアはちょっと別ですけど、クロアチアはまだ旧共産圏で割と物価まだ低いんですよ、はい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 、そんなになんかまだ消費をしないというか、うん、はい、そういう国ですね。